持つともう腰がさ、たぶんいきなり捕まえて全部もこれで終わりじゃねえのかよ。何しに来やがったこの裏切り者が。なん止めなくていいのかよ。ほっときなさいは君のお父さんとサスケだけでもう十分。はいはい、祭りをめちゃくちゃにしといてふざけんなよ。なんか増えてる。何やってんの。めちゃくちゃにしやがって。ちょっと落ち着いてばさ。お前たち帰るぞ。こんな奴ら相手にしても時間の無駄。ん？お代はいりませんので。剣幕だったけど。原因は打ち上げ花火なんです。ん？いつも楽しみにしてるってばさ。ですが今年は新市街の新市街の打ち上げ花火メンバーです。おじいちゃんはそれで旧市街と新市街の人たちの対立が起こってしまった。実は結婚する予定なんです。そりゃそうと聞いちゃ放っておけねってばさ。なんとかしてあげようぜ。全部聞いてたから。嘘つけっての。家同士のも第5章だってそうだよ。そっちの結末はどうなるんだ。で気を失う読者が続出。危険すぎて初版本にしか結末が。見たいな。それってもしや、それは幻の商店街の飲みの市で。なんてことだ。おじいちゃんたちのこと頼みますね。やぼよを頼まれてね。打ち上げはこっちはわざわざ話し合いにまで行ってやったんだ。それをおはぎたち言ってくれよ。買わないんなら帰ってくれ。話くらい聞いてくれってばさ。隣に見えてる袖、おはぎさんでしょ。ほんとだ。そんな昔のこと。この団子ってもしかして。そんなに。こんなに仲が良かったならもう一度や。待ってください。じいちゃんの子そこまでご存知で。お似合いじゃんか。謝るために。じいちゃんは旧市街の打ち上げ花火で唯一新市街から加わったメンバーですが、新市街でも打ち上げようって話になって、じいちゃんがリーダーに持ち上げられ、じいちゃんも悪いと思って何度か頭を下げに行ったんですが。これは旧市街の打ち上げ花火メンバーの旅行、今までがおかしかったんだ。タルト、あの背中。あ、はい、おじいちゃんがタルトさんと話し合うまで帰らないって。入らなくてもいいのか。じゃあ適当に話し合ってもらって。俺たちに断りもなく打ち上げ花火をすることだ。時代遅れの花火より立派なものを打ち上げてやるよ。伝統をバカにしてんだろ。こっちはお前たちが押し付ける古臭いやり方に。まあ見てろって。ゆべしさん、サブレさん、例のもの。これはおはぎさんとタルトさんが一緒に作った。よかった頃を思い出してくれってばさ。うん、思い出しても打ち上げ花火をしたいと言い出したのは。今思えば、お前は打ち上げを助けてやったんだろうが。待ってくれ、俺はそんなつもりで。私も結婚するだけなら、駆け落ちするって手もあるよね。そんな、じいちゃんに祝ってもらわないまま、結婚するわけにはいきません。この葉の仲間じゃねえか。一緒に街を思わない。こうなった以上仲良くなんて無理でしょ。祭りの日に両方から花火を打ち上げて、より良かった方にこれからのマークが入った花火を打ち上げること、どちらも自信。対決なんてしたら仲直りどころじゃねえじゃんか。そんな、こう見えても俺仙台火影だよ。夜になれば打ち上げ花火が全部解決し、最後に俺たちのケーキのマークがドカッと打ち上がるところよ。ビルが
本物だってくれよ。そうよそうよ、任せとけ。なんか街が真っ二つになっちまったみてえだ。なに、雲もなくて絶好の打ち上げ日和だね。知り合いかい、お前。もうすぐ打ち上がるってばさ。悪い悪い。綺麗だけどよ、やっぱさ。今すぐ打ち上げを止めろ。こんなこと。さすがはおはぎさんたちだ。これで新書に見ようと思ってよ。打ち上げは中止だ。よしてくれ。見るな、見るんじゃねえ。最後に奴らのケーキの印を見おりゃ、うちのおはぎさん、と思ってた方がおはぎさん。ええ、入れ替わってます。まさか俺たちが散々バカにしていたのは自分たちの、なんでつまらない意地張ってたんだろうな。まったくだ、おはぎさん。今夜の打ち上げ花火でタルトさんたちの新市街か。どうして花火が入れ替わっちまったんだ。うんと息が合うってばさ。いい加減慣れてたよ。けど今のじいちゃんは全然楽しそうじゃない、うん、お前たちそんな関係だったのか。二人が喧嘩してる。あーきっくかと思ったけどよ、カカシさんのこと見直したってばさ。いちゃい手に入れたからこそ大切に読みたいじゃない。そんなもんか。私の結末はさ。あいだいだいだ、ついに私もアカデミーに行けるんだ。エホー君とユンナちゃんも石橋すっごくびっくりだけど私は嬉しいな。俺だってこんなことになるとは応じて学生ごっこなんてよ。